カーマ駅構内のブド4、4491カーマ駅構内のブド4、4491レーティッシュ鉄道ブド4、4491系電車は、スイス最大の私鉄であるレーティッシュ鉄道の路線であったベリンツオーナメソッコ線の山岳鉄道用電車である。ベリンツオーナメソッコ線は1960年代に、至るまで開業以来のアブダ4。 4451から455系電車で運行されていたが、本機は、同線の近代化を図るためにブド4、4491型として一両が製造された。1957から58年製で、クールはローザ専用のアブダ4、4481-2-486、通型と同系の電車で、車体、機械部分、台車の製造を、SWS。 電気部分、主電動機の製造 BBC が担当し、価格は1両512,426スイスフランである。抵抗制御により1時間定格出力6 0 0ット、牽引力 75kN を発揮する汎用機で、ベリンツオーナメソッコ線の輸送量を考慮して1両のみの製造であったが、クールはローザ線のアブダ4。 四四百八十一通マイナス四百八十六通型のうち四百八十三通四百八十四通号機を河川電圧直流二千四百ボルト千五百ボルト両用として車両不足時には転用することとしていた基板と製造年は下記の通りであるロールワーゲンに積載した標準機関車からなる貨物列車を牽引するブド四四四百九十一号機 1972年、メソッコ駅で貨物列車を入れ替えするブド4-4491号機、1972年、ありがとうございます。